日本発祥にまつわる秘夢歌神話の舞台宮崎。ここに世界を視野に地域から始めようのスローガンのもと、人間性、社会性、国際性を備えた優位の人材を育成する宮崎大学があります。宮崎大学の歴史はおよそ130年にわたります。明治17年に設立された宮崎県尋常師範学校をはじめ、大正13年設立の高等農林学校、昭和19年設立の高等工業学校が昭和24年に合併し、宮崎大学が誕生しました。昭和49年、現在の清武キャンパスに宮崎医科大学が開学。昭和54年から平成元年にかけて、現在の木花キャンパスに宮崎大学が移転統合。平成15年10月、宮崎医科大学と宮崎大学が統合して、新生宮崎大学となりました。変動する多様な21世紀に対応した学際領域の教育研究を展開する基盤が整いました。宮崎大学は大きく木花キャンパスと清武キャンパスで構成され、その他付属施設を有しています。木花キャンパスでは教育文化学部、工学部、そして農学部の学生およそ3800名が、清武キャンパスでは医学部の学生およそ900名が日々学習に励んでいます。また大学院ではおよそ700名の学生がさらに専門的に知識を高めるため学んでいます。宮崎大学は統合・法人化のメリットを生かした特色のある大学改革に取り組んできました。平成20年の教育文化学部改組に続いて、平成22年に農学部を、平成24年に工学部を改組、平成19年、農学と工学が融合した全国初となる農学工学総合研究科博士後期課程を開設、平成20年、高度な能力を身につけた教員養成のため教職実践開発専攻教職大学院を開設、平成22年、医学と獣医学が融合した全国唯一の医学獣医学総合研究科博士課程を開設、平成26年には医学獣医学総合研究科修士課程及び看護学研究科を開設しました。また大学独自の取り組みとして、将来リーダーとして活躍できる人材育成を目指し、学生の積極的な企画、運営、実施能力を高める宮大チャレンジプログラムを毎年実施しています。宮崎大学は生命科学、環境科学、エネルギー科学の3つを重点領域とし、全学的に研究を進めています。宮崎の地域特性を生かし、太陽光を利用した中高型太陽光発電システムの研究や、国内最大級のビームダウン式太陽集光装置による太陽熱を利用した研究を行っています。また平成22年に発生した口蹄疫など家畜伝染病の防疫に携わった経験から、産業動物防疫リサーチセンターを設置し、世界水準の研究体制の確立を目指しています。宮崎大学は産学連携、地域連携のワンストップ窓口として産学地域連携センターを置き、産業界からの技術相談や共同研究支援、公開講座やシニアカレッジなどを実施し、産業界や地域の振興に貢献しています。医学部には付属病院が併設され、宮崎県唯一の特定機能病院として、またドクターヘリの基地病院として
地域医療に大きく貢献しています。宮崎大学は到来するグローバル社会に向けた国際交流も活発に行っています。現在26機関と大学間交流協定を結び、交換留学や共同研究を行っています。宮崎大学は歴史的な変遷や役割を踏まえ、宮崎大学建学の精神、役割を再認識し、より一層の大学改革を展開し、地域に根ざした大学づくりを進めます。